こんにちは、うんとねです。参加作家の沖さんの音楽を使ったオープニングムービーから始まりました。それではいよいよキックオフ生配信を始めさせていただきます。本日よりスタートしましたのが、札幌国際芸術祭2020特別編。開催中止となったサイアフ2020を今できる限りの方法で公開します、です。ご参加いただきましてありがとうございます。札幌国際芸術祭、略称サイアフは、札幌を舞台に3年に一度開催されるアートのお祭りです。2014年からスタートし、今年2020年は3回目の芸術祭開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、残念ながら中止を決定しました。しかし、これまで準備してきたプランやアイディアをできる限り公開しようと考え、本日からスタートした札幌国際芸術祭2020特別編として、札幌市民、そして国内外のアートファンに発信することとなりました。本日の生配信では、札幌国際芸術祭2020特別編、開催中止となったサイアフ2020を今できる限りの方法で公開し始めましたと題して、12月19日から2月14日まで、58日間にわたるサイアフ2020特別編の全容と楽しみ方についてお伝えしてまいります。改めまして、自己紹介が遅れましたが、私は本日の司会進行を務めます、うんとねと申します。サイアフ2020の中止アナウンスの際に突如現れた謎のキャラクターとして一部では話題になったようですが、うんとねはサイアフ2020のテーマ、オブ・ルーツ・アンド・クラウズの雲と根からできている妖精みたいなものと考えていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。本日の配信では、今日から2月14日までの間に展開するプログラムについて、見どころやポイントをディレクターや担当マネージャーとご紹介していきたいと思います。生配信でお送りしていますので、YouTube のコメント欄での参加も大歓迎です。パチ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 の拍手での参加やリアクションをいただけるととても嬉しいです。では早速、サイアフ2020ディレクターチームをお呼びしましょう。改めてご紹介します。札幌国際芸術祭2020統括ディレクター、天野太郎さん。アムロです。よろしくお願いします。今日は横浜から、横浜ももうこの何日かすごく寒いんですけど、今日はよろしくお願いいたします。コミュニケーションデザインディレクター田村かの子さん。こんにちは。コミュニケーションデザインディレクターの田村かの子です。私は東京から参加してます。お忙しい中ご参加ありがとうございます。今日はアグニーシカさんの通訳も、兼任しますのでよろしくお願いします。Hello, よろしくお願いします。I'm Agnieszka Kubicka Dziedzuszycka, and it's really nice to sense your online presence. I'm in Wrocław at my home now, but in my thoughts, I'm very much in Sapporo. And I don't know what kind of weather there is here because it's still very dark. こんにちは、グニエシカです。オンラインでも皆さんがご覧いただいていること、感じることができてとっても嬉しいです。今、ポーランドのブロツアフの自宅で、こちらのお天気はまだよくわからないんですけど、というのも朝早くてまだ空が全然暗くて、まだわからないんですが、心は札幌にいます。はい。7月にサイアフ2020中止というニュースをお届けしたわけなんですけれども、このような特別編という違う形で、さまざまなプログラムをお見せできるところまで来ましたね。天野さん、今のお気持ちいかがですか？そうですね。残念ながら7月の22日に中止に発表したんですけれども、実はその、7月頃っていうのは中止を決めた頃は、実はもう2年を近く準備をかけてた、全容がですね、ほぼ出来上がってた、8割ぐらいかな、という感じだったんですね。で、そこまで来たので、なんとかアーティストや、
あの関係のキュレーターとか、あるいはその事務局の皆さんと、アイデアを共有して、それをできれば、皆さんに発信をしたい。で、これがあのきっと、まあ、あの、手前味噌かもしれませんけれども、あの、今回の意義を知っていただくってことも、のみならずですね、まあ、あの、4回目、2023年の財布にもつながるかな、というふうにも思っておりますので、まあ、そういう意味で、今回の機会を得たいっていうのは非常にありがたいっていうふうに思ってます。はい。では、アグニエシュカさん、お願いします。Well,In fact, the festival organization was stopped by the pandemic. But at the time of cancellation, we realized that it's so hard to stop the creative processes behind the festival. And as I have spoken in my statement for the news from the directors, on our YouTube channel, I think that art cannot be stopped.So, now we are really happy to share with you the documentation of artworks planned for SAIF 2020 that we prepared together with the artists. And for this collaboration, I'm so grateful. 実際、パンデミックの影響で、この芸術祭の組織、芸術祭の行ってきたことっていうのはストップしてしまったんですけれども、ただ私たちが気づいたのは、その背後にあるまあ、創造的なクリエーションのプロセスを止めることは難しいっていうことです。あの、YouTube の、ディレクターズニュースでもお話ししたんですけれども、あの、私はアートはやはり止められないものだと思っているので、今回は皆さん、あの、アーティストの皆さんと一緒に準備した SAIF 2020に向けた作品のドキュメントをご紹介できること、とても嬉しく思っています。では、田村さんもいかがでしょうか。そうですね。本来なら、あの、今日札幌でオープニングの日を迎えていたかと思うと、あの、展覧会を開催できなかったのは、やっぱりとっても悔しいんですけれども、ただ、あの、世界中が大変な状況の中、あの、オンラインだけでもこういうプロジェクトをスタートできることに感謝したいと思っています。で、あの、中止の発表の後も皆さんとてもポジティブに、あの、観客の皆さんも含めて受け止めてくださって、本当にありがとうございます。あの、私たちが考えていた SAIF 2020をこうできる限り可能な形で見せようということで、あの、スタッフ、関係者、総出で準備を進めてきました。で、そして何よりですね、この一連の企画にあたり、参加予定だったアーティストの皆さんに多大なご協力をいただきました。この場を借りて改めてお礼申し上げます。冒頭でもお見せしたんですけれども、今改めて、あの、北海道近代美術館のコレクション作家も含めると、総勢73組のアーティストの名前をご覧いただいています。で、中止になった後もどうにかしていい形で届けたいということで、あの、尽力してくださいました。で、これからお見せするものには構想段階のメモやスケッチなど、普段は見せないようなものもたくさんあるので、ぜひ皆さんも、あの、これをきっかけにですね、いろんなヒントを見つけてくれればと思います。はい。それでは、SAIF 2020特別編の全容について、田村さんからご紹介お願いします。はい。今回、今日からスタートしたプログラムなんですが、まず本日12時に SAIF 2020の公式ウェブサイトがリニューアルされました。ぜひ、見てみてほしいんですけれども、そしてそのウェブサイトからアクセスできる特別編のプログラム5つをご紹介します。まずはですね、SAIF TV の、SAIF TV と題して、アーティストインタビューをたくさんお届けしていきます。これは SAIF 2020の参加作家がどのようなことを構想企画していたのかというのを、インタビューした、動画になっていまして、全44本を、この期間中に少しずつ配信していく予定です。内容は YouTube で、あの、映像を見られるほか、読み物としても見られるようになります。で、次に SAIF 2020マトリックス。これは、インターネット上のバーチャル空間で SAIF 2020に出展予定だった、作品やアイデアを鑑賞することができるスペシャルウェブサイトになっています。後ほど詳しくお伝えします。次に SAIF 2020インデックス。こちらは SAIF 2020の軌跡を一冊の本としてまとめる記録集です。
こちらについても後ほどマトリックスと、マトリックスやアーティストインタビューの話と一緒にお伝えしていこうと思います。そして、サイアフ2020ドキュメント。こちらは、来年の2月5日から14日に札幌文化芸術交流センタースカーツにて、今回準備した記録の中身をパネル展示や映像上映を通じて、会場で直接ご覧いただけるようにする展示を行う予定です。最後にアートメディエーションプログラムがあります。これはサイアフ2020の一つの特徴であったアートメディエーションという考え方を体感できる、お家でできる家族向けのプログラムを用意しました。こちらも詳しくお伝えします。以上のプログラムを本日12月19日から2月14日の58日間で開催します。プロジェクト名に掲げた通り、今できる限りの方法でサイアフ2020で考えていたことを札幌市民の皆さんはじめ芸術祭を楽しみにしてくれていたすべての人へ届けようというものです。それぞれの皆さん好きな方法でサイアフ2020を楽しんでいただければ嬉しいです。今日はこの中から特に3つのプログラム、アーティストインタビューとマトリックス、アートメディエーションに絞ってご紹介できればと思っています。はい、田村さんありがとうございます。これからウェブサイトを皆さんに少しお見せしようと思うのですが、はい、今映っている画面が本日リニューアルしたウェブサイトです。これからご紹介するサイアフ2020の新しいコンテンツはここからすべてアクセスできますので、ぜひウェブサイトもじっくりご覧いただけたら嬉しいです。まず最初にアーティストインタビューについて天野さん、そして田村さんとお話をしていきたいと思います。このアーティストインタビュー動画は天野さんのこれまでの経験が生かされてるんですよね。まあ、経験が生かされてるというか、今回、まあ、中止になって、どういうふうにこう、お伝えするかっていうときに、まあ、通常ね、展覧会とか行くと、いろんな解説があったり、我々のディレクターとか、あるいはキュレーター、学芸の人の解説があったりっていうのは、カタログなんかもそうなんですけど、そうではなくて、まずは、とにかく、アーティストの生の声をお伝えしようと。それから、どういうふうな、全容だったのかっていうことを知っていただく。まあ、それぞれ本当に、アーティストの方々の作品ってもう本当に皆さん違う、異なる内容なんですけど、そういうエッセンスみたいなものが、大体15分ぐらいですかね、の動画で語られてるっていう、まあそれをぜひ見ていただいて、で、まあ44作家のその動画を見ていただくことで、皆さん自身の頭の中で想像していただくっていうこともすごく重要かなと思いました。で、そういう意味で、今回、何よりもまずアーティストの、まあ、生の声を皆さんにお届けしようというふうに考えたわけです。はい、天野さんありがとうございます。初日の本日はサイアフ2020の目玉となる、伝説的なメディアアート作品として紹介していたリ・センスター、そして冬の札幌で広告看板をつけたお家の広告収入と土と雪の力で生活を試みようとしていた村上聡さん。さらに、アイヌの伝統的な反物を使った新作を出展予定だった河村のり子さん。以上3本の動画を公開しています。田村さん、動画をご覧になっていかがでしたか？そうですね。今日公開した3本だけでも本当に全く違う内容になっていて、とても見るのが楽しいんですけれども、特にこのセンスターは本当に特別な作品で、1970年頃に作られたもので、おそらく最初のインタラクティブな人の存在に反応するコンピューター制御のインスタレーション作品なんですが、40年間行方不明になっていたものが近年発見されて復元されたものです。サイアフ2020では、このセンスターが復活をしてから3回目の発表で、ヨーロッパ以外では初めての発表になる予定だったんですけれども、まあ、ぜひ今回はこの動画を見て、ね、もしこの作品と触れ合うことがあったらどんな感じかなっていうのを想像しながら見ていただけるといいかなと思います。で、実は明日、
まあ、今現在このセンスターというのがワルシャワの美術館に展示されているんですけれども、その様子を YouTube 生配信でお届けする予定なので、詳しくは後ほどあのイベント情報もお伝えしたいと思っています。あとは河村さんの動画なんですけれども、河村のりこさんは小樽で制作をしている作家さんで、その制作スタジオに初めて今回カメラが入ったということで、まるで河村さんのこうスタジオを本当に訪ねているようにお話ししてくださっていて、とても面白いんですけれども、特に今ご覧いただいている木の皮で織った厚し織りというアイヌの伝統的な反物を初めて今回芸術祭に出展することでハサミを入れて作品にしようと考えていたということで、そのどうやって手に入れたのかとか、彼女の反物に対する思いとか、お話しいただいてます。でそれは彼女自身のルーツ、そして制作の根底にあるものと、とても深く結びついているので、ぜひご覧いただきたいなと思っています。はい、では天野さんは村上聡さんの映像をご覧になっていかがでしたか？そうですね、今田村さんから紹介があったセンスターも、実は川村さんも今回の芸術祭の重要なテーマを、どのかな、代表する作家、作品なんですけど、この村上さんはですね、今回初めて3回目で冬開催ということで、冬の札幌というか、まあ、雪のある風景のある北海道を、で、どういうふうな取り組みをするのかってことは結構やっぱり、まあ、皆さんから、注目されてたんですけど、で、村上さんはですね、いくつかある、つまりそういうその北海道、雪の北海道というか、冬の北海道をかなり意識した作品を作っていただいた作家の一人です。それで、まあ、聞いていただくとよくわかるんですけど、相当そういう意味じゃ、ご本人もプレッシャーがあったかもしれないんですけど、ギリギリまでいろんな検討されて、まあ本当に中止を悔しがっているっていうことは手に取るようにわかるんですけどね。まあいずれにしても、こういうことを、まあ、例えば雪祭りの会場との作、の中とは少し違う取り組みを、見ていただけるっていうことで言えばね、とても興味深い内容だと なってるんじゃないかなというふうに思いました。はい、今回のアーティストへのインタビューは動画だけではなくテキストでも公開となります。構想図や作品写真と合わせて PDF データとしてまとめられ、公式ウェブサイトにインタビュー公開と同時にアップしていきます。そしてこの PDF を一冊にまとめたものが書籍として2月下旬以降で発売されます。天野さん、この書籍のタイトルとコンセプトを教えてください。はい。まあ、書籍っていうふうに、呼んでるっていうか、わざわざ、本当はね、展覧会だったら展覧会図録って言うんですけど、まあ、展覧会を実際にはしてないっていうこともありますが、まあ、実はこのインデックスっていうタイトルはですね、インデックスって日本語にすると、見出しとか作品とか、指標とか言ってるんですけど、インデックスそのものっていうのは、そこに置かれるそのインデックスが、まあ、言葉でもいいんですけど、置かれる文脈で意味が変わってくるっていう特徴があります。で、そういう意味で言えば、この印刷物というか、書籍の中のそれぞれの情報インデックスはですね、これも読者である皆さんがですね、皆さんの、まあ、想像というか、皆さんが、まあ、組み立てる新しいその、まあ、枠組みっていうかな、そういう自由に組み立てていただくっていうふうなことも、実は、込めて、そういうタイトルにしました。まあ、開催されなかった記録としてはですね、かなりちょっと、私もそういう内容のものってあんまり見たことがないので、とても珍しいケースだと思います。しかも、まあ、300ページぐらいに及ぶ、まあ、結構大きな本になると思いますが、まあ、中止から、どういう経過で至ったかいということも知っていただきます。まあ、そういう意味じゃ、再発の2020の全てをここに詰め込んだと言っても過言じゃないというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。この再発2020インデックスは公式サイトで公開するほか、販売も予定しています。価格は2000円から3000円くらいで調整中です。こちらも順次情報を公開していきますので、楽しみにお待ちください。さらに、
2月5日から札幌市民交流プラザ1階では、サイアフ2020ドキュメントとして記録の中身をパネルや映像上映を通じて会場でご覧いただけるようにした展示も予定しています。展示の内容はまた順次公開していきます。お楽しみに。次は、スペシャルウェブサイト、サイアフ2020マトリックスについてです。アグニエシュカさん、そしてプロジェクト担当の西さん、よろしくお願いします。Hello again. よろしくお願いします。早速なのですが、サイアフ2020マトリックスがどんなサイトなのか見ていきたいと思います。公式ウェブサイト、saiaf.jp のトップバナーからアクセス可能ですので、このプログラム配信後、ぜひ皆さんご覧ください。では、西さん、このサイトはどのように見ればよいのでしょうか？教えてください。市街地の地図が現れて、そこの中から、円がたくさん出てきたと思うんですけれども、これが、展示される予定であったアート作品の数分だけ、今、サークが出てきている状態です。で、皆さん、この、スタートっていうふうに出てる、こちらをクリックするとですね、いろんな言葉が出てくると思うんですけれども、こちらは、サイアフ2020。の展覧会全体であったりとか、出展予定だった作品に関わる、キーワードがこちらに表示されているということになります。で、この中から一つ選んでいただくとですね、実は先ほど、出ていた、作品、なり、プロジェクトが表示されている画面に、このようにルートが、できていきます。まあ、一筆書きのようにルートが生成していくんですけれども、これをですね、さらにエンターという部分、下に出てきますけれども、こちらを押していただくと、今、まさに生成したですね、ルート、キーワードを元に生成したルートっていうのが、このままずっと下にスクロールしながら、続いていくような感じになります。で、この、ルート生成には、機械学習のシステムを応用して使っているので、まあ、もともと、あった、展示の配列とはちょっと変わってしまうんですけれども、キーワードごとに、作品を結びつけて、皆さんに、独自のルートで、辿っていただくっていうことができます。で、こちらのページをどんどん見ていくと、作品名であったりとか、アーティストの名前というのが出てくるんですけども、それと合わせて、展示作品であったりとか、映像、あとはテキスト、とか音声データとかですね、いろんなものが出てくるんですけれども、作品に関わるマトリックスの中を、スクロールすることで進んでいくことができます。またですね、この、マトリックスのサイト、頭の方にまた戻るとですね、現在、同じ時間に、このページにアクセスしている方がどのページを見ているかということが、今2人ご覧になってますけれども、このように、表示されまして、まあ、通常の展覧会のように、誰かが、隣で見ているようなと感じられるような仕組みになっています。はい、西さんありがとうございます。このウェブサイトはアグニエシュカさんが監修されたということなんですけれども、どのようなコンセプトで作ったのでしょうか。So, アグニエシュカさん、What is the concept behind this site? Well, the SIAF 2020 Matrix is an online archive of a speculative exhibition. So it's important to make clear that it is not an online show. そうですね。実現しなかった展覧会、スペキュラティブエキシビションのアーカイブとして、この SIAF2020 マトリックスというウェブサイトを立ち上げました。ですので、オンライン展覧会ではないということを明確にしておきたいと思います。And the meaning of the verb to speculate includes a risk of failing because of insufficient information for considering a certain unclear issue. And in our case, what we miss are the artworks and the unique venues filled with artists and the audience. So we knew that we couldn't replace the live interaction with them, but we still wanted to collect and share all the information about the artworks and their envisioned interrelations.
スペキュレイト、まあ、推測するという意味の動詞には、ある不確定な問題を検討するための情報が不足するために失敗するリスクっていう意味も含まれているんですね。なので、私たちの場合ですと、こう逃してしまうというのはまさに作品そのものであって、アーティストと観客で埋め尽くされた札幌の会場、そういったものがないっていうことになるんですけど、そういったその直接的な交流が、まあ、何事にも変えがたいっていうことは分かっていたので、ただそれでも作品の情報ですとかアイディア、構想っていうのはなるべく集めて、皆さんに共有したいというふうに考えました。So, SIAF 2020 was conceived as a platform, to consider the current state of the world as seen by the artists and through their works. We thought by describing the artwork's ideas, we could provide the connection to these unique views and perspectives, connection to the viewers.SIAF 2020はアーティストから見た、もしくは作品から見た世界の現状を考えるプラットフォームとして私たち構成していました。ですので、作品のアイディアを公開することで、彼らのユニークなものの見方や考え方とつながる、もしくは SIAF 2020と皆さんがつながることができるのではないかというふうに考えました。So, the idea of SIAF 2020 Matrix was born as a kind of master plan for a non-existing exhibition to be imagined by everyone. ですので、このマトリックスは、皆さんが実現しない展覧会を想像していくためのマスタープランのようなイメージで作っています。And unlike the official SIAF 2020 website, which was realized independently from the cancellation according to the original plan, this special collection of artistic ideas organized under the title of Roots and Clouds was planned as a fluid, changeable and unique experience for users who should have enough space to speculateabout this archive of an unrealized exhibition concept. SIAF の公式ウェブサイトっていうのは、まあ、中止に関わらずもともと公開予定だったんですけれども、この、マトリックスのウェブサイトっていうのは、オブルーツ&クラウズというテーマのもとで構成されたこう作品たちの、そしてそのアイディアについて、流動的で、変化をいつも変化を続けるような、ここでしかない体験をもたらすものとして、中止の決定後に制作を開始したものです。So, each time anew, the users get in touch with the changing sequence of artworks in different stages of production.ですので、観客の皆さんもこの実現しなかった展覧会のコンセプトをアーカイブするってどういうことなのかなっていうのを十分な余白を持って思考を巡らせられるようなものにしたいと思ったんですが、そのためにこう、ま、ユーザーの皆さんは毎回サイトを訪れるために、たびに違った順番で、現れる作品のアイデア、プランたちに出会うことになります。In a way, I thought of this website as a kind of last artwork created for the concert, SIAF 2020. It was conceived as a conceptual structure, framing the curators, the directors, the artists' ideas, and enabling their really uncertain implementation. ですので、このサイトはSIAF 2020の最後の作品のようなつもりで作りました。キュレーターやアーティストのアイディアのをこう概念的に構築するフレームとして、実現しないものをある種実現させる場所になる、なればいいなと思っています。So having such prerequisite, the Cosmo team of artists and programmers were given free hand to propose such a structure.And they came up with a machine learning software trained in analyzing data sets and executing various actions according to the actual outcomes of the computational processes. And we decided to use for this purpose only the descriptive text data
the geographical location of the festival venues across Sapporo and the proximity between the artworks in the given locations. こういったあの構造を作っていただくために、アーティスト兼プログラマーのチームとして活動しているコズモさんに自由にウェブを制作してもらいました。データセットを分析して、計算プロセスの実際の結果に応じて、様々なアクションを実行するように設計されているんですけれども、そういった機械学習のソフトウェアを制作してもらいました。計算に用いられているデータというのは、作品の説明をするテキストデータですとか、予定していた札幌の会場の地理的な、位置情報、そして作品同士の関連性などです。So, we have prepared two levels of tags and keywords. The one pertaining to the individual artworks and the other one resulting from the overall concept and title. We also wrote short texts about each artwork, especially for the site. So actually you have these artworks descriptions only on the site of Matrix.But also the artists have prepared special contents for this site, and you can find them only there. タグやキーワードといったものも多く使われているんですけれども、これは個々の作品に関するものと、芸術祭全体のコンセプトやタイトルに関連するものの2種類を用意しました。そして、このサイトのためだけに、それぞれの作品についての短い文章も、解説として書いています。アーティストの皆さんも、このマトリックスのウェブサイトでしか見ることのできないスペシャルなコンテンツをたくさん用意してくれています。はい。アグニエシュカさん、西さん、ありがとうございました。サイアフ2020マトリックスは本日より公開され、2月14日まで楽しめます。皆さんいろいろな発見をしてください。あ、田村さんからコメントをお願いします。あ、そうですね。今、これ皆さんに見ながら、アグニエシカさんの方から解説してもらって、コメントでは、マトリックスこれ無料っていう、コメントもいただいてるんですけれども、すべて無料でご覧いただけます。ぜひ、もう本当にたくさんのコンテンツがここに詰まっているので、この冬じっくりと見ていただければなと思っています。はい、ありがとうございます。皆さんぜひウェブサイトの感想も、SNS などでお聞かせいただけると嬉しいです。では、最後はアートメディエーションプログラムについてです。田村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サイアフ2020の大事なキーワードであるアートメディエーションですが、改めてアートメディエーションについて教えてください。はい。アートメディエーションというのは、作品や展覧会をきっかけとした対話やつながりを生み出そうとする取り組み、またはその考え方のことを言います。サイアフ2020では、芸術祭と作品をよりよく多様な方に楽しんだり、よりよく理解してもらうために様々な活動を準備していました。来場者、作品、アーティスト、キュレーター、それぞれアートに関わるすべての人が自由で対等な関係を築きながら、それぞれの方法で作品にアクセスできるように様々な入り口というのを設定したいと思って、準備を進めていました。ただ今回展覧会がなくなってしまったので、作品を目の前にしてお話をしたりとか、作品を鑑賞するっていう経験を共にしたり、そこで解釈を披露し合ったり、お互いに共有したりっていうことはできないんですけれども、中心においても、オンラインでそのアートメディエーションの考え方の一端を体験していただけるようなプログラムを作りたいと考えまして、アートメディエーション担当のキュレーターのマグダレナ・クライスさんを中心に用意したものです。はい、今回は子どもも大人も、そして家族でも楽しめるプログラムを展開するということですね。はい、特にお家で家族みんなで楽しめるものをと思って4つのプログラムを用意しました。本日はその中で2つのプログラムについて簡単にご紹介したいと思います。まず1つ目が、聞いて感じて楽しいオーディオガイドというプログラムで、
これは、美術館に行くと、こう、音声ガイドを、借りて解説を聞くっていうことはあると思うんですけれども、お家で音声ガイドを聞くことによって、皆さんの自宅が展覧会会場になるというコンセプトを、元に作りました。で、声に従ってお家の中を見てみると、ちょっと、こう、いつもの風景が違った見え方をしたり、想像力を働かせて、そこにはないものを想像してみたり、できるような仕掛けになっていて、子供と一緒に楽しめる内容になっています。この声なんですけど、英語版はマグダレナさんが、担当しまして、日本語版は私が担当しましたので、ぜひ聞いてみてください。はい、ぜひ皆さんお家で聞いてみてください。そしてもう一つのプログラムは、私、うんとねと一緒に楽しむプログラムなんですよね。はい。うんとねが大活躍の、ワークブック、うんとね from 札幌というのも今日公開になりました。ね、これは、札幌の街をうんとねと一緒に巡るワークブックになっていまして、札幌の中の本当にある、場所を、巡りながら根っこと雲を探す冒険の旅に出るという、少しお話のような、内容になっています。で、本物の根っこと雲だけでなく、視点を変えて、思いもよらなかった根っこと雲をみんなで発見したり考えたりしようという、本になっていて、雲型の定規が、作れるようになっているので、その定規を使いながらですね、この自分たちで想像する根っこと雲を書き込みながら、楽しめるようになっています。で、札幌の土地を元にしたワークブックなんですけれども、札幌にいなくても、そして札幌に行ったことがなくても楽しめるようになっていますので、ぜひ、公式サイトからダウンロードしても楽しめますので、楽しんでみてください。はい、ありがとうございます。ワークブック、うんとね from 札幌は、札幌市内の区役所、図書館などで配布予定です。PDF のダウンロードも可能ですので、詳しくは公式サイトをご覧ください。その他にも、12月1日からスタートしているインスタグラム企画、みんなのみんなでオブルーツ&クラウズでは、あなたにとってのルーツ、根っこやクラウズ、雲を撮影して、ハッシュタグ、根と雲をつけてインスタグラムにアップ、シェアする企画を展開中です。さらに、1月24日には、萌えれ沼公園でのワークショップ、萌えれで遊ぼも予定しています。こちらも随時公式ウェブサイトにアップしていきますので、ぜひチェックしてください。本日からスタートする札幌国際芸術祭2020特別編、ぜひたくさんの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にディレクターの皆さんから一言ずつお願いします。まず天野さんからお願いします。はい。今日はスタートということで、ほんの、一端というか、全部を紹介することはできなかったんですけど、いくつか、インタビューの話ですとか、あるいはマトリックスとかアートメディエーションとか、ちょっとなんか聞き慣れないね、言葉もあったとは思うんですけど、アートメディエーションというのは、もう、欧米の美術館、例えば、ルーブル美術館でも、採用している新しいプログラムなので、ぜひ、皆さんも、知っていただければと思いますし、それから、冒頭にお話しましたけれども、厳しい、コロナの状況っていうのは、まだまだ続くわけですけれども、今回の我々のその取り組みを、何らかの形で参加していただいて、知っていただくことで、少し、なかなか気持ちに余裕が持てないような時期ではありますけれども、楽しんでいただいて、あるいは、こういうことを考えることがどんな意味があるんだろうっていうふうな、いくつかのテーマについてもですね、よく知っていただくっていうことを、切にお願いするというか、楽しんでいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日本当は参加いただいてありがとうございます。はい。では、アグニエシュカさん、お願いします。
Well, this very special year 2020 is luckily going to its end. And the organizers of art exhibitions around the world in this special pandemic year had to reconsider their plans differently. Many shows were just cancelled, they were turned totally online, or they were held in a kind of hybrid form. Some other were postponed. We at SIAF decided to go our own way and to accept the cancellation as a chance to introduce this non-existing exhibition. And it's important to remember that we had only 3 months time to realize this idea, and it required great amounts of meticulous work done by artists, the entire SIAF team and the COSMO team. And for this work, I really very thankful. I would like to thank for these great efforts on my behalf. Thanks a lot. そうですね。まずこの2020年というこの年がやっと終わろうとしているなという感じなんですけれども、まあ、今年世界中の美術展の主催者がこれまでとは違った形での展示というのを再考することを余儀なくされたと思います。多くの展覧会、芸術祭が中止になったり、完全オンライン化がされたり、ハイブリッドな形で開催されたり延期されたりしました。で、私たちSIAFは実在しない展覧会の可能性を考える機会として中止というのを受け入れることにしました。で、中止を受けてのアイデアを実現するためにはおよそ3ヶ月ほどしかなかったんですけれども、アーティスト、SIAFの関係者の皆さん、そしてコズモのチームの本当に綿密な作業のおかげで実現することができたと思うので、改めてここで感謝を申し上げたいと思います。はい、では最後に田村さんからも一言お願いします。そうですね、タイトルの通り開催中止となったSIAF2020を今できる限りの方法で公開するために、本当にあの手この手を用意したという感じなんですけれども、なぜそんなことをやったかというと、やっぱり私たちはアートの力を信じているからだと思います。誰もが大変なこんな時だからこそ、未来をもう見据える想像力と希望を与えてくれる芸術文化の日っていうのを絶やしてはいけない、その一心で、スタッフ関係者とともに準備をしてきました。で、マトリックスのウェブサイトもそうですし、アーティストインタビューもこの会期中に少しずつ上げていって、まあ、それぞれが知らない、思いもやらない作品やアーティストの考えに、思いがけず出会えるような設計になっていると思います。なので、知らないアーティストの作品や考えてもぜひちょっと覗いてみてですね、ヒントも得てくれればなと思います。ここで生きようとするというテーマを掲げていますが、これから私たちがこの世界をここで生きようとするっていう時に、希望になるようなヒントがたくさん散りばめられていると思うので、ぜひこの冬、お家でゆっくりと新しい出会いを楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。では最後なんですけれども、チャット欄にいくつか質問が来ているようなので、お答えしていきたいと思います。まずマトリックスについての質問なんですけれども、すごく楽しそうです。随時更新するのでしょうか？それとも現段階で完成しているのでしょうか？という質問が来ています。これに関しては西さん、お願いします。はい。今日から公開になったんですけども、今日の段階でというか、これまでに、集めていただいた、素材、アーティストの皆さんから提供いただいた素材ですね、すべて見ていただける状況になっているので、基本的に更新するっていうことはないです。ただ、まあ、毎回、現れるルートは、変わりますので、その中で、皆さんが発見していくことは、できれば更新していってもらえると嬉しいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。もう一つ、SIAF TV の企画について質問が来ています。
今考えていることがあれば知りたいですという質問が来ているんですが、こちらは田村さんからお願いします。はい、サイアフ TV の詳細についてはこれからの発表予定なんですけれども、2月5日から14日の、スカーツでの展示の期間中に、さらにこうアーティストインタビューの他に、コンテンツをたくさん配信できたらなと思って準備中です。でそこでは今、マトリックスのサイトですとか、お伝えしていく内容の他に、さらにこう皆さんで楽しめるようなコンテンツにしたいなと思っていて、天野さんは多分お料理番組をされるんですよね。まだ秘密ですけどね、まだ。ちょっとできるかわからないんですけれども、アーティスト、そして私たちディレクターのチームから、作品のことだけでなく、こうアートについて考えることだとか、そこから生活を見つめ直すようなことを楽しく配信できたらなというふうに思っています。はい、もう一つ質問にお答えしたいと思います。この配信は後で見返すことはできますか？マトリックスの解説もう一回見たいですという質問が来ているのですが、今日の配信プログラムは後日アーカイブを出しますので、ぜひアーカイブを見ていただけたらと思います。はい、それでは、皆様、長いプログラムでしたがご視聴どうもありがとうございました。サイアフ2020特別編、ぜひ皆さんにお楽しみいただけると嬉しいです。さらに、今夜8時からは、オール英語版のオープニングストリーミングがありますので、そちらもぜひお付き合いください。So from 8 PM, tonight, there will be an opening streaming of the all English version. So please stay with us there as well. さらに、明日も楽しみなイベントがあるんですよね、田村さん。はい。緊急企画が勃発しまして、このオープニングの、プログラムの一環として、先ほど少しご紹介した、センスターを、ライブ中継でつないで、皆さんからの質問を受け付けたり、センスターの担当者の、そして技術者の皆さんとお話をする時間っていうのを明日開催します。で、現在、センスターというのは、ワルシャワにありますザヘンタ国立美術館というところに展示されているんですけれども、そこにアグニエシカさんが、行きまして、生中継でこの幻の彫刻と言われるセンスターの動く姿ですとか、どんな構造になっているのかというのをこう本体を起動するところから、実際にお見せしていきたいと思っています。で、視聴者からの皆さんの質問も随時その場でお答えしていこうと思っていて、こういう機会は本当にまたとないと思うので、ぜひ明日もご覧ください。日曜日の8時から、日本時間ですと8時から生配信の予定です。はい、明日も皆さんぜひご覧ください。それでは事前にお申し込みいただいている記者の皆様は、Zoom 別室にご移動ください。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。見てね。